線路と道路両方を走ることができる乗り物 DMVDMV はバスを直して線路と道路の両方を走ることができるようにした乗り物です。朝海岸鉄道は今月25日から 高知県と徳島県の間で DMV の運転を始めます。線路 10km、道路 5km のコースを走ります。6日、高知市で DMV を見せる会がありました。 線路を走るときに使う車輪を出すところを見せると見に来た人たちはスマートフォンで写真などを撮っていました。DMV を見た人は感動しました。今度は走っているときに乗ってみたいですと話していました。 浅海岸鉄道の近くの市や町の人たちは観光で来る人にも乗ってほしいと考えています線路と道路両方を走ることができる乗り物 DMVDMV はバスを直して 線路と道路の両方を走ることができるようにした乗り物です。朝海岸鉄道は今月25日から高知県と徳島県の間で DMV の運転を始めます。線路 10km 道路 5km のコースを走ります。6日、高知市で DMV を見せる会がありました。線路を走るときに使う車輪を出すところを見せると見に来た人たちはスマートフォンで写真などを撮っていました。DMV を見た人は 感動しました。今度は走っている時に乗ってみたいですと話していました。朝海岸鉄道の近くの市や町の人たちは観光で来る人にも乗ってほしいと考えています。 自分の水筒を使おう大学でペットボトルのゴミを減らす実験大阪府にある近畿大学がペットボトルではなくて自分の水筒を使ってもらうための実験を始めましたプラスチックのゴミを減らすためです実験では ジュースやお茶などが出る機械を大学の中に用意しました。学生や先生は自分の水筒で1日3回まで無料で飲むことができます。水筒を何度も使うことができるように水筒を洗う機械もあります。 学生の一人は今までは洗う場所がなかったので水筒が使いやすくなると思いますと話しました大学は日本では一年に一人183本のペットボトルを使っていると言っています 近畿大学の2万5千人の学生がみんな水筒を使ったらペットボトルのゴミを460万本ぐらい減らすことができると考えています自分の水筒を使おう大学で ペットボトルのゴミを減らす実験大阪府にある近畿大学がペットボトルではなくて自分の水筒を使ってもらうための実験を始めましたプラスチックのゴミを減らすためです実験ではジュースやお茶などが出る機械を 大学の中に用意しました。学生や先生は自分の水筒で1日3回まで無料で飲むことができます。水筒を何度も使うことができるように水筒を洗う機会もあります。学生の一人は 今までは洗う場所がなかったので水筒が使いやすくなると思いますと話しました大学は日本では1年に一人183本のペットボトルを使っていると言っています近畿大学の2万5千人の学生がみんな水筒を 使ったらペットボトルのゴミを460万本ぐらい減らすことができると考えています夜の空に光のサンタクロース300のドローンで北海道の上志保路町で16日 みんなに明るい気持ちになってもらうためにクリスマスドローンショーが始まりました。ショーでは LED のライトがついた300のドローンが音楽に合わせて夜の空に飛んでトナカイやサンタクロースなどの綺麗な形になりました。前の日は お祭りとして町の人など700人がショーを楽しみました。子供と見に来た女性は感動しました。ドローンでこんなことができてすごいと思いましたと話していました。ショーを行った委員会によると 天気が悪い日以外の12月25日まで上士幌城の道の駅で毎日午後6時半と7時半の2回シを行います無料で見ることができます夜の空に 光のサンタクロース300のドローンで北海道の上士幌町で16日みんなに明るい気持ちになってもらうためにクリスマスドローンショーが始まりましたショーでは LED のライトがついた300のドローンが 音楽に合わせて夜の空に飛んでトナカイやサンタクロースなどの綺麗な形になりました。前の日はお祭りとして街の人など700人がショーを楽しみました。子供と見に来た女性は感動しました。 ドローンでこんなことができてすごいと思いましたと話していました。ショーを行った委員会によると天気が悪い日以外の12月25日まで上士幌城の道の駅で毎日午後6時半と7時半の2回ショーを行います。 無料で見ることができますドローンとロボットだけで荷物を届ける日本郵便が実験日本郵便は空を飛ぶドローンと道を走るロボットを使って荷物を届ける実験をしました 山が多い東京と奥多摩町で行いました。最初にドローンが荷物を乗せて 2km ぐらい飛びました。そしてロボットが待っているところに着くと 3m ぐらいの高さから荷物を落としてロボットに渡しました。 ロボットは200メートルぐらい自動で走って荷物を家の前まで届けました。山が多くて人口が少ないところでは荷物を家まで届ける人が足りなくて困っています。日本郵便は新しい技術を使うと 人が少なくても荷物を届けることができるようになります。これからも実験を続けますと話しました。ドローンとロボットだけで荷物を届ける日本郵便が実験。日本郵便は 空を飛ぶドローンと道を走るロボットを使って荷物を届ける実験をしました。山が多い東京と奥多摩町で行いました。最初にドローンが荷物を乗せて 2km ぐらい飛びました。そしてロボットが待っているところに着くと 3メートルぐらいの高さから荷物を落としてロボットに渡しましたロボットは200メートルぐらい自動で走って荷物を家の前まで届けました山が多くて人口が少ないところでは荷物を 家まで届ける人が足りなくて困っています。日本郵便は新しい技術を使うと人が少なくても荷物を届けることができるようになります。これからも実験を続けますと話しました。 高さ25メートルのガンダム福岡市で来年の春から見られる機動戦士ガンダムは日本の有名なアニメです。このアニメの主人公アムロが乗って戦ったニューガンダムの像が福岡市にできます。像の高さは アニメと大体いい同じ25メートルぐらいで重さは80トンです。22日は頭をクレーンで高く上げて体の上に置きました。見ていた人たちは拍手をしていました。このニューガンダムは右腕と頭が動きます。 来年の春から福岡市にできる新しいショッピングセンターで見ることができます。像を作っている会社はガンダムは外国でも人気があります。大きくてかっこいいガンダムをぜひ見に来てほしいですと話していました。 高さ25メートルのガンダム福岡市で来年の春から見られる機動戦士ガンダムは日本の有名なアニメです。このアニメの主人公アムロが乗って戦ったニューガンダムの像が福岡市にできます。像の高さは アニメと大体同じ25メートルぐらいで重さは80トンです。22日は頭をクレーンで高く上げて体の上に置きました。見ていた人たちは拍手をしていました。このニューガンダムは右腕と頭が動きます。 来年の春から福岡市にできる新しいショッピングセンターで見ることができます。像を作っている会社はガンダムは外国でも人気があります。大きくてかっこいいガンダムをぜひ見に来てほしいですと話していました。